こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦アルファガイデン縛りプレイ、やっていきます。縛り内容の詳細は、概要欄か1話目の動画で確認をお願いします。ということで前回の動画からちょっと間が空きましたが、前回は魔人カイザーが登場し、シンゲッターをバット将軍から取り戻しました。そして部隊がようやく合流。ここで今まで貯めてきた資金を使っていきたいと思います。まずはダッガーをフル改造してバザーで売却。これで強化パーツの鋼の魂を入手していきます。効果は走行プラス250、運動性プラス30、限界プラス40、武器の命中率プラス 35% というもの。移動力が上がらない代わりに走行が上がり、命中率がさらに上がったハロみたいな感じ。走行と運動性がどちらも上がるので、どんな機体に装備しても効果が大きい。ある程度ボスの攻撃とかも避けてくれるけど、10% とか微妙な命中率が残る機体とかにつけておくといい感じに働く。ということで89万あった資金が一気に消えました。さようなら僕の資金。鋼の魂入手のためのダッガーの改造で58万消えたのがさすがに大きい。そんな鋼の魂はサイバスターに装備。まあ一番無難な気はする。この縛りだと、サイバスターかウォーカージャリアあたりにつけるのが一番効果をフルに活用できる気がします。ちなみに前回の機体確認動画でも触れましたが、魔装機神経はルート分岐のうちに本来時系列的にはまだ覚えていないはずの技を取得。これにより使い勝手が格段に向上しています。向上しても使いにくいグランベールさんとガッテスさんには触れてはいけません。ということで各種機体に強化パーツを装備完了。ここから先は熾烈な出撃枠争いが激化します。出撃枠がどう考えても足りない。招待システムもトム。地上ルートでエルチを取り返したものの、エルチは相変わらずエルチザグレートのまま。なんとか心を解放できないか。って質問。できる可能性あるのかよニュータイプ。なかなかないタイプのやつ。移植までしているので、洗脳の中でもだいぶ重い。サイコミャ万能説。とりあえずとんでも現象はサイコミャに任せておけばなんとかなる。ちゃんとおめえは返上するほら。ちなみに挽回という言葉には、元に戻す、
的な意味もあるので、汚名の状態を元に戻すという解釈もでき、汚名挽回は御用じゃない説が割と一般的。ということで出撃です。今回はラーカイラムはすでに出撃しているため、フリーデンとアイアンギアーから選択。正直山ばっかりのステージなのでどっちも動きづらい。まだホバー移動でマシなフリーデンをここは選択しておきます。そして出撃機体。どう考えても12機で収まるわけもなく。ひとまず今回のステージは敵がウォーカーマシンなので、リアル系機体中心の構成で出撃。相変わらず泣いてるぽー。泣き顔のおかげで出番の割に顔グラが多いという。ということでシナリオスタート。敵はブレイカー。なんだか久々な気がします。そしてこのステージは先ほど言われたように、ラーカイラムではエルチの治療真っ最中。ラーカイラムは移動ができず、攻撃を一発でももらうとゲームオーバーです。ちなみに敵はなんやかんやでラーカイラムを目指して移動してきます。目標をちゃんと理解してる。と言ってもラーカイラムの場所は角なので、そこまで攻撃される可能性のある場所ではない。手前に部隊を展開しておき、抜けそうになるやつからしっかりと落としていけば問題はないでしょう。むしろ問題なのはラーカイラムで治療を行ってる関係上、ブライトさんが使えないということ。つまり指揮官レベルの高い人がいない。というかなんでアイアンギアーで治療してないんだよ。私と正面からやり合うのがそんなに怖いのかい。まずは早速突撃してきたグレタ率いるドラン部隊。グレタは指揮官レベル2を持っているので周囲の回避命中がしっかり上がってて非常に面倒。そして本人はガッツ持ちなので発動させてしまうと回避率がアレなことになり当てるのが割と困難になる。適当に射程内だったからブーメランイディオムをぶん投げたけどちょうどよくガッツが発動しない HP で止まってくれたので、そのままガッツを発動させずに一撃で消し飛ばします。ツインバスターライフ、最大出力。ターゲットを破壊する。私、鳥にでもなりたい。まずはグレタを撃墜。これで周囲のドランが中途半端に高い回避率を出してくることは避けられるはず。地味に HP も多いので、避けられるのは面倒。そして今いるネームドキャラはあと二人。いつも通りのホーラと、さりげなく出番が多いキャローンです。ホーラは今回からエンペラー界に登場。HP も多くて面倒なランドシップです。キャローンは相変わらずドランに乗ってきているので、特に問題はない。キャローンは指揮官技能こそ持ってるものの、グレタみたいにガッツを持ってるわけではないので、ランドシップではなく HP の少ないドランに乗ってきてくれると落とすのが楽で助かる。ちなみにこのステージ、ホーラのエンペラー界の他に、ブレイカーの乗ったギブロス、要はテンプが前に乗ってたランドシップが出てきます。
その数熟練度なんだとまさかの3隻。なお HP はどれも3万5000ほどあり、ホーラのエンペラー界とそこまで変わらない HP をしている。しかもこのステージは山が多い地形のため、地形効果で防御力が上がりやすい。ぶっちゃけキャローンなんかより、こっちのギブロス3隻の方が大変である。けど放置するとラーカイラムの方に行ってしまうので、ある程度のところで叩いていく必要がある。面倒。ひとまずは一目散にラーカイラムに向かって移動しているドランの処理から。まさかこんなに綺麗に突っ込んでくると思ってなかったので、ちょっと移動具合に困惑してます。なおこいつらをコンターン中に倒せなかった場合、抜け出て攻撃が届かなくなっていくので、ちゃんとコンターン中に全機落としておくこと。キャローンを撃墜。あとはドランさえ落としてしまえば飛んでいる敵はいなくなるので、ラーカイラムの方は大丈夫だと思う。ただし中央の山の下からと上から、両方からギブロスが抜けようとしているので、そこだけは注意。今ドランがいるところの横に誰かを配置しておいて、隙間をなくしたらどういう移動をしてくるのかは気になるところ。そのまま突撃してくるのか。はたまた逆走して上から回り込んでくるのか。正直どっちから来てもいいけど、ヒーローとかの位置の関係上一体ぐらいは下来てもいい。そんなわけでなんか固まっていたのでプラズマリーダー。たまにエネルギーのみにダメージを与えるタイプだったりするプラズマリーダーですが、アルファガイデンではしっかりとダメージを与える武装。というかこのゲームにエネルギーを直接攻撃できる武装なんてものはない。直接対象のエネルギーを削れるマック兵器とかの存在は縛りプレイだと可能性が無限大なので、会ってくれると嬉しかった。エネルギー回復とか持ってても関係なくエネルギー切れ狙っていけそうまである。ということでガロードの専属サブパイロットになったティファと、追加武装のジービットです。ティファはサブパイロット専門なので、この縛りプレイではただの賑やかし要因。本命はジービット。気力110で使用ができ、エネルギー消費が40程度と軽めな数値ですが、その攻撃力は軽くなく、3900という初期値を持っています。だいたいサンダーブレイクぐらいの攻撃力してる。熟練度が高いと月が出ているステージが非常に少なく、WX が戦力になりづらいステージが多いですが、この武装を獲得しておくことで、月がなくても火力が出せるようになり、主力足り得る性能に早変わりする。ちなみに熟練度なんで、なおかつ熟練度を取得し続けると、この先月が出ているステージ数は、前後半ステージとかもろもろ込みで5ステージ程度しかない。大事なところで月が出ていなかったりするので、
しっかりとティファポイントを貯めてこの武装は取得しておきましょう。なんならティファがサブパイロットにつかないでも、この武装だけ欲しかった。そしたらガロード放置のジャミルとカリスが WX と GX に乗って戦ってたんでしょうね。なお G ビットを取得していない場合、おおむねベルティゴとか GX ディバイダーの方が強い。G ビットを取得した時にはサテライトキャノン装備になり、サテライトキャノンと G ビットで戦うことができ、取得してない時はディバイダーになり、ハモニカ砲などを中心に戦っていける GX。汎用性においてはこのゲーム随一。敵だ！撃て！近づけるな！こんなもんすか？命令は。任せる任せる。少しは休ませてくれ。当たるわけにはいかない！沈め！うるさいハエどもだ。え？ハエ？どこ？なんか知らないけどエンペラー海に乗ったあたりから攻撃のセリフパターンが増えた気がする。ホーラとゲラバ、いつものエンジン始動ホーラだけでなく、どうもいろいろセリフがあるようです。今のは機関銃だったからセリフが違っただけ説もあるけど、連装砲の方でもセリフが増えてるので、多分間違いないとは思う。なんで今まで言わなかったのかは知らんけど。なおいつも通りのセリフは健在。相変わらず急なエンジン始動からの砲撃をします。ということでなんだかんだで残りはホーラとブレイカーのギブロスが一隻のみ。ホーラがなんか知らんけど山の上にいるせいで、防御補正が乗っており面倒くさそうです。急所を狙ってっと。全速前進。全砲火を緑のウォーカーマシンに集中しろ。誰がこの程度のことでへたばるかよ。こちらも続いて攻撃開始。兄貴、拾い食いでもしたんですかい。このエンペラー海ですが、もろもろ性能が高く、ランドシップの中でも優秀。ですが武装の空適性は相変わらずの B。なのでぶっちゃけそんなに強くないです。なぜグレタガリーとギアギアだけが空適性 A だったのか気になるところ。やはりウォーカーマシン形態に変形できるアイアンギアタイプだったからなんですかね。だったらアイアンギアーの武装の空適性も B じゃなくて A にしてくれ。修理にグレタガリーのパーツを使ったはずなのに空適性が B のままなの、おかしいと思います。一気に仕掛けちゃどうです兄貴。ゲラバ、この間ではどっちが偉いんだ。全方門開け。警告しておく、二度と私に近寄らぬことだ。相応の返礼をさせてもらおう。やべえよ兄
キ。一体いつになったらキャプテンと言えるようになるんだよ。ということで反撃が痛くないので雑に攻撃し、残り HP1 万を切りました。ホーラは底力持ちなので、ここから先は命中率とかクリティカルとかには気をつけていきたい。それでもこちらの攻撃を避けてきたりしないので、楽々である。最近避けてくる敵が多かったので、こう何も考えずに攻撃が当たる敵と戦っていると安心感がすごい。なおそんな奴はもうほとんど残っていないのが現実である。なせばなる。ウォーカーギャリアも男の子。こんなセリフは吐きたくないが、ひとまず退却だ。覚えておけよ、ガロードラン。再び戦争が起きたなら、それが僕ら兄弟の勝利だということを。なんだと？次の戦争は僕らが求めた戦争だ。まさかのカテゴリー F の楽園を押したのは銀河ナム。まあ軍事を預かる部門の家柄なので。改めて見てもアルファ主人公だいぶ悲惨な目に遭ってるな。大まかな点だけ取ってこれですからね。ということでシナリオ再開。ブレイカーから打って変わって今度はムーンレース。出てきたのはシャギアとオルバのフロスト兄弟。この二人の登場にしては珍しく、ザンスカール系モビルスーツはいないみたいです。なおマヒローもアルマイヤーもラーカイラム目指して突撃してくるので、割と早めの対処が求められる。こいつら飛んでるし移動力高いし、なおさら先に部隊を上側に向けておくことで、こいつらが出てきた時に少し反撃で削れるようにしておけます。なお今は一番近いのはミオ。もうちょっと攻撃力あるやつが欲しかったですね。抵抗を。その攻撃すでに見切った。必殺超振動拳。
球人がここまでやるとはな。ちなみにこのステージの熟練度取得条件ですが、シャギアとオルバを同時に撃墜すること。まあまあよくあるタイプの熟練度条件ですね。なお先に言っておくと、ここまで熟練度全取得してきましたが、初めて無理であることが先に分かっているステージでもあります。同時に撃墜するということで、マップ兵器での撃墜が必須。シャギアとオルバはどちらもイカれた回避率を持っており、当てるだけで大変な上に装甲まで硬い。そんなこちらのマップ兵器ですが、現状一番攻撃力が高いのはウィングガンダムゼロカスタムのツインバスターライフル。ヒーローは底力を持っているので、発動させれば命中させることはできるでしょう。さてじゃあ何が問題か。なんか知らんけどこいつら HP 減少で撤退します。撤退 HP は熟練度ごとに変化しますが、なんだと HP30% 以下撤退。どちらも1万5000程度なので、約4500程度のダメージを与える必要があります。事前にある程度計算した限り、クリティカルしても3000ちょいが限界ぽい。バサーごとアシタロン無駄に装甲が硬いので、だいぶ厳しい。月が出てたらまだしもって感じなんですけどね。ちなみにこのステージで月が出る条件は、ジェファポイントが3以下の場合。要するに G ビットを取得していない時限定になります。同じ縛りで熟練度全取得を目指す人は、このステージで月を出すようにしましょう。なおそれでも多分相当きつい。ということで熟練度取得が無理だと分かったところで現状の確認。マヒローとアルマイヤーは相変わらずラーカイラム目指して突撃中。一目散に向かっていた機体はなんとか反撃などで撃墜できたので、残っているのは味方機の周辺にいるやつのみ。なおこのステージではシャギアとオルバ以外の敵を全滅させた場合シナリオが進んでしまうため、マヒローを一気囲んで動けなくしておく必要がある。別に残すのはアルマイヤーでもいいですが、資金とか美味しいのでなるべく撃墜しておきたい。ということでアルマイヤーをもう一隻撃墜し、マヒローを囲む準備は完了。これでもう一隻を撃墜したら何も気にせずフロスト兄弟に嫁りましょう。ザムジードのカットインが非常にかっこいい。ゴローニュードウマサムネは好きなんだけど、どうしても他の魔装騎士に比べてこのタイミングで覚える技の派手さが足りてない。というか他の奴らが派手すぎる。
ぜ。そんな派手なやつ筆頭のサイバスター、ぶっちゃけランブのたちの武装性能が本当に優秀すぎて、これがつく前とついた後でサイバスターの戦闘能力はガラッと変わります。ここまでは微妙な攻撃力の割にエネルギー食うし必要気力も高いアカシックバスターしかなかったですが、ランブのたちはエネルギー消費も少なく、それでいて攻撃力も高く、さらに命中補正も初期値で40もあり、当てるという面でも優秀。これまでが何だったのかと言いたくなる程度には強いです。この一撃で地獄に落ちろ。ということでフロスト兄弟、どう考えてもこのタイミングあたりでバサーゴチェストブレイクとアシュタロンハーミットクラブに乗ってきてもよかったと思いますが、なぜかそのまま。そして機体はそのまま、機体性能だけがバカみたいに上がってます。いや強化するなら乗り換えてやれって。まあ乗り換えてきたら来たで、アシュタロンがサテライトランチャー撃ってきたりで非常に面倒なことになるのは言うまでもない。バサーゴに関しては多分あんまり変わらない。ヒーローの言うことって言葉足りないけど正論ですよね。フロスト兄弟は壊すことだけで新しい世界を作ることまで考えていないですから。まあ君はこの僕の獲物なんだよ。どうした、よそ見でもしてたのか。どうだ、俺とマジンガーは無敵だってこと分かったかよ。ツインバスターライフルで障害を取り除く。惜しかったね。ヒーローのマップ兵器で撃墜できたらうんぬん言ってましたが、まずその前に当たらない。ブライトが使えないので、指揮官レベルが高い人がいないのもなかなかに厳しいポイント。それにしてもアシュタロンちょっと走行高すぎんか？こいつらが底力とか持ってなくて本当に良かったです。持ってたら本気で当てられる気がしない。死に急ぐのはお前の勝手だがな。切り札は最後まで取っておくものだよ。こんな可憐な女子高生をいじめるなんてもう許さないんだから。
主目的は五郎入道政宗の外した演出を見ることではなく、バサーゴにメガソニック砲を打たせてエネルギー切れさせることだから。以上、誰も信じない言い訳タイム。貴様たちほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。シャアに言ういつものセリフではあるんだけど、フロスト兄弟に言うとまたこの本当にこいつらより絶望してる奴はそういないよなって。なせばなる。ウォーカーギャリアも男の子。私に直撃させるとは小賢しい。この一撃で地獄に落ちろ。主役がそう簡単にやられるかよ。さてそれじゃあバサーゴの HP はいい感じに削れたし、ここらで撃墜しに行こうと思います。カイザーを使おうかと思ったら命中率が 38% しかなかったこともそうですが、防御されてしまったのでこれは無理。ここはおとなしくガロードの攻撃にマサキの援護をつける形で。ガロードは被弾したならついでにガッツ圏内まで行ってほしかった。まあクロービーム砲じゃ仕方ないかと言ってもメガソニック砲食らってたら落ちてる可能性十分にありますからね。今回 G ファルコンと合体してないし。ということでどちらも命中率が怪しいですが、シャギアを撃墜するべく攻撃開始。シャギアフロスト、お前だけは。奥の手を見せてやるぜ。やろう兄さん、僕たちの時代の幕開けだ。我々は戦争を望んでいる。だから君たちが邪魔なんだ。新しい人類に栄光あれ。
どうでもいいけどこいつらウルズとかの表記じゃなくてイーグレット表記なのな。おかげで本当に髪の色と性格以外に違いがない。テクス先生がかっこよすぎる。ところでなんで最後の締めがキッドなんでしょうね。たらし込み能力に長けたロラン。グエン卿はともかく、ハリー隊はいろいろ問題しかない。
なんか冷静なスリサ好きもいな。アルファガイデンあたりだとまだちょびっと冷静な部分もあったりはしたみたいです。OG はあれだけど。ということでクリアです。ついに熟練度が取得できないステージが出てきてしまいましたが、むしろここまでができすぎな感じだったのでまあ仕方ない。そんなわけで先に言っておくと、ここから先非常に長くなるステージが続きます。ぶっちゃけ現時点で1ステージが何分割ぐらいになるのか見えてない感じですが、よろしくお願いします。ということで今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。